いらっしゃいませ、奥のお席どうぞ。コーヒーと本と音楽をテーマにした中空は、繁華街から一本路地に入ったところにある小さな店です。今日もカウンターではいろんな話が飛び交っています。第何回かな第何回か忘れましたけど、第4回の読書感想報告会です。今日は梶本次郎の、レモンを、読書感想をちょっと喋ろうかなと思っています。今日は、真鍋さんと奈々子さんと谷本くん、はいはい、です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、あの谷本くんは高校生、はい、高校生でね、そうです。多分中空ラジオで高校生初出演だと思います。そうなんですか。うん。高校生初出演。最年少や。うん。最年少や。高校何年生？1年。何歳だったっけ？15歳。15歳。いやーええな、15歳の高校生が、中空というお店に来てるっていうことが、ええな、熱いなと思って。俺もね、こういうお店に行き始めたの多分それぐらいだったんで、まあ、いろいろ悪いことも教えられるやろうけど、気をつけて自分で自分で判断しながら気をつけて。いや、大人の世界は甘いだけじゃなくて、ね、危なさもある、気をつけてください、はい、で、小倉さんやめてくださいよ。何？小倉さんが一番危ない。やめてくださいね、ほんまに。で、今日はですね、梶本氏のレモンを、まあ、ちょっと読んだ感想を言い合おうかなと思ってるんですけど、今手元に梶本次郎のレモンというタイトルがついた本が5冊ある。5冊、谷本くんの新潮文庫のレモンは、真っ黄色のジャケットに、キラキラ光るグリーンでレモンと書かれてて、新潮文庫プレミアムカバー2022というやつで、奈々子さんのレモンはこれ同じく新潮文庫なんやけど、2018で同じく真っ黄色に、これもキラキラ光る緑でレモンなんやけど、少し生地の感じが違う。で、これダン君のかな、同じく新潮文庫のレモンやけど、これはもう真っ黄色じゃなくて、レモンのシルエットが書かれた、まあ、文庫で、あとお店に中空にあるレモン、新潮文庫の、なんて言ったらいいかな、なんか新潮文庫4冊あるのかな、なんか白い字に、なんかこう簡単に手で書いたようなレモン、文庫と、あと岩波文庫レモン。岩波さん、ちょっと私仲間外れになるんで、私のここにないレモンも紹介してください。真鍋さんはここに持ってきてないんやけど、角川文庫の、レモン、これはタオル生地のような、カバーのレモンかな。だからもうレモンだけどこんなに、想定の違う文庫があるんだけど、まず、で俺自身はレモンは多分最初に読んだのは10代の時や、中学生か高校生の時読んだと思うんだけど、最近あんまり読んでないんで、レモンちょっと記憶もそんなに鮮明ではない。で、じゃあ谷本くんは、この梶本次郎自体は読んだことはあった？なかったです。あ、なんか初めて。はい、そうです。名前は知ってたかな。あの兄が、なんか立ち読みの、で梶本次郎のレモンを見ていて、でその感想とかを立ち読み？はい。なんか1時間ぐらい使って、じーっと立ち読みしてた、はい、本屋さんで梶本次郎のレモンを見てて、それが
しか思い出ないです、梶本次郎かっていう。じゃあお兄ちゃんが立ち読みしてたんやなっていうことで覚えとった、はい、覚えてます。へえ。でも今回レモンを読んでみて、はい、なんか印象に残ったシーンというか、シーンじゃなくてもいいけど文章でもいいけど、なんかあるですかね、うん、分からんわとか何でもいいけど、なんか途中で、うん、冷静な部分が書かれてて、うん、熱く語ってるのに急にストーンって落ちるような言葉があって、はい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 、なんかただの回想シーンじゃねえなっていうふうに思いましたね。え、なんかすごい読みが深いな。そうですか、うん、何回か読んだ。3回読んだんや。なるほどな。これちょっと待てよ、最初やあとな、話の数字としては、八百屋、果物屋か、果物屋に立ち寄ってレモン買う、うん、やけど待てよ、ちょっと待てよ、記憶が怪しい。あ、そうですよ、いろいろだからか、思うことがあるんで、頭の中ですごくで、いろんなこと思って、果物屋でレモンを買うんだけど、そのレモン、あ、ほんで梶本次郎病気だったんで、肺の病気だったんで、手に持ったレモンがすごくひんやりと冷たかった、気持ちよかったとは書いてないけど、なんかそんな印象だったな、そんな感じだったかな。で、その梶本次郎がそのただの回想じゃなくて、少し冷静な部分に、着地しながら進んだことについてどう思うだろうとか、なんか、うん、例えばですね、うんうん、しおりがええな。無料でもらいました。え、無料でもらいました。あ、無料でもらった、新潮文庫の透明なしおりが、例えば、うん、例えば実際あの単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚がずっと昔からこればかり探していたのが見たくなったほど私にしっくりしたなんて私は不思議に思える、うん、それがあの頃のことなんだから、うんうん、って言ってるんで、はいはい、あー、そういう部分があったか。どこどこ、どの辺、どの辺、それがあのことなんだ。13ページ。はぁ、あ、はぁはぁ、はぁはぁはぁ、あ、なるほどな。あ、そうか、これレモンを買った後のシーンだったっけ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、そうやな、確かにそうやな。なんかこう自分のことのように語っとるというか、なんかどっか距離を置いて自分のことを語っとるようなものも感じられるかな、うん、で俺は一番これでよく覚えたのはビードロっていう本が出てくるんや。ビードロっていうのはガラスでできた、音の出る笛ではないんだよな、空気が抜けんから。なんかビードロって吹いたことある？ない。ビードロっていうもんが、梶本次郎のレモンを読んでから俺欲しくなって、子供の時にで買ったんやけど、買うまでが結構大変で、ビードロって売ってなかったよ、どこにも。ビードロってどこにあるんやって、ばあさんや親に聞いても知らんって言うんや。ビードロってじゃあどこにあるんやって言って、ずっと探しとったけどビードロがなくて、じゃあ俺結局どこで買ったかって言ったら、ウタズのガラス館、ウタズのガラス館にビードロが売っとった。ガラス館みたいなガラスでできた素敵なもんばっかり。え、もうないんかな、ガラス館、ウタズのガラス館でもうないか、ないかもしれない。あるんじゃないですか。あるんですか。多分あると思うんですけど、世界のガラス館に思い出した。ウタズにある世界のガラス館っていう大きい建物の、うわー、営業なっとる。今真鍋さんが調べてくれたんだけど、世界のガラス館瀬戸和紙店、これすごい素敵なとこがあって、ガラスでできたすごい素敵なとこやったんだけど、2014年に閉館。結構前やった。でここにビードロが売っとって、俺ビードロ買った。
で、ビードロ、梶本次郎のレモンに出てくる梶本次郎が気に取ったビードロが欲しくて買った思い出が俺、まあ、とりあえず一番にあるんだけど、奈々子さんはどうですか。はい、なんかあのこの梶本次郎のレモンを読んで、はい、印象的な何か、なんかありますか。あります、ありました。なんかこう、うん、結構こう情景が目に浮かぶ感じはしたんですけど、そうですね、ちょっと読んでて、そうですね、なんか自分が、ね、同じようになんかこう追体積し体感してるというか、ありますね、してるみたいな。この果物や斜めの道の道が斜めになっとって斜めのとこになんか存在しようとか、うん、なんかそんな印象あるんですよね。なんかもうそれも込みで全部もう一から歩いて、うん、でその最後のね、とあるシーンまで行くところまで、そうですね、実際に自分がなんかこう体感してるような感じもあって、うんうん、それが全体的な印象だったんですけど、はいはいはい、そうですね、すごい思ったのはやっぱりなんかこうこれに限らず小説を読んだ時に、うん、自分にどっか重ねて考えることって、そうですね、あるような気がするんです。人によるとは思うんですけど、ありますね。でこの主人公の方がこうレモンを描いてこう腫れるような、こう視界がバーッと腫れるような気持ちになった後に、以前好きだった画商のなんかコーナーに行くと、でも結局 気分は前みたいに踊らなかったっていうのを、そうですね、シーンが確かあって、ありますね。それを読んだ時に、うん、なんか自分だったらレモンを描きました、なんかこうわっと世界が広がったような気がして、うんうん、で好きなところに行ったらもう景色がまるで変わったかのように感じようとするなって思ったんです、無理やり自分を。なんかそのレモンを描くことで自分の世界がわっと広がって、もうまるで今までの景色は違う景色のように今私は感じているっていう錯覚に自分を追い込もうとしてるような、するような気がしたんです、自分だったら。だけど彼はそうじゃなくて、やっぱりなんかちょっと違うな前とっていうのが、なんかこれが正直であるっていうことをやなって思ったんです、自分に。あ、なるほどね。なんかそう思うと自分は結構思い込み、やっぱりまだ思い込みに縛られてるなっていう感じがして、なるほど、ね、自分に都合のように変わったものを解釈しようとすることに、梶本次郎の素直さを見て気づくというか、そう、そういうことですね。そんな気がしました。なるほどね。なんかこの正直さを今私は多分ないなって思ったので、それがいいか悪いかっていうのはとりあえず置いといて、都合がいいか悪いか、もしかしたら現代を生きるにあたっては都合が悪い感じ方かもしれないけど、ここまで正直だと。だけどなんかこう自分が持っていたのか、それとも元々持ってないものなのか、こういう感じ方ってっていうのをすごい考えました。なるほど、なるほど。ああ、そうか、素直やな、確かに。素直なんですよね。まなべさんはどう思った。まなべさんもう 10回ぐらい読んだったっけ。やば。ちょっとお母さん、ラジオなんですよ。ごめんごめん。危ない。まなべさん、なんか印象的な、私はよくわからなかったです。よくわからなかった、何言いたいんやろ。なるほどね、梶本次郎がもう何言いたいやろうな、でも、なんか、汚くて美しい世界って見にくくてでしたっけ。あとか、ビードロの味何味なのとか。あ、味？え、ビードロ、あ、なんか味がしたって言っても、なんか舐めるのが好きで怒られたみたいな、祖母に。あ、そうやったっけ？なんか入ったんですよ。あ、そうか、そうか。私、最初ね、ビードロ見たことあって、見調べて見たことあったんですけど、おはじきやと思ったんですよ。あ、貧乏で、飴がなかったから、おはじき舐めてたんかなと思って。はい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 。
おはじきの味ってでももう手汗じゃないと思って、いやーと思ってあー結構イメージしとるねなんかそれ嫌やーと思って、うん、でなんか貧乏だからなんか贅沢が欲しいみたいな言っとって、うん、で私思ったのは、ね、うん、この人なんか群馬がどっか行きたいかなんか言ってたんですけど、うん、でも逆からしたら別に京都とかって贅沢って思う人おるよなと思って、うん、なんか人の贅沢のあれって違うやなとかは思いました、うん、ああそうやな、あの梶本城確かほんますごく貧乏でね、で、まあ、31歳で死んどると思うじゃん、結構早くして亡くなって、だけど療養所って肺が悪くて療養所だけど死んで、まあ、貧乏だったと思う、でそれいう、なんかこう行き場のないなんか行き詰まってる感じがこれ出とると思うんだけど、がそのひんやりしたレモンを手の中に持って気持ちいいみたいなことが俺にとってすごい印象的やったんやけど、その真鍋さんの中でその例えば何かこうそういう一つのものに何でもないものなんやけど、はい、私にとって何かすごくこう人にレモンはまあまあ普通の人にとってはただな何でもない見過ごしてしまうようなもんかもしれんけど。私にとってなんかみんなにとったら何でもないもんやけど私にとったらちょっと特別みたいなもん。でそのレモンのひんやりっていう点で、うん、今思い出したのは、うん、ゆで卵。ああそうなんだ、ね、うん、私の父方のおじいちゃんで、うんうんうん、なんかちょっと昔の人なんかちょっと天然なんかわかんないんですけど、うんうん、例えば私がブランコから落ちて怪我したら蜂蜜塗っとけとか、うんうん、私がどっかぶつけて、うん、単語打ったら打ったところに蜂蜜塗る、怪我したところに蜂蜜塗ったり、うん、その単語部できたらゆで卵で傷口ってこと、傷口です、ちっちゃい頃ね、うん、大きくなってからさすがにしてないでしょ、うん、でもほんまに多分5歳とか4歳もうちょっとちっちゃい時なんですけど、うん、で単語部できたらゆで卵をコロコロしとき単語部が凹むみたいな、そうなんや、なんかそれが冷たくてなんか気持ちかった記憶があって、そのレモンの話聞いた時に分かったのはゆで卵です、うん、ああそうなんや、でもそれあれ治るんかなと思って分かんないです、はい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 、分かんないですけど、はいはい、ゆで卵なんかずっとこうやってコロコロしてた記憶がなんかあります、あるんや、それ茹でたてじゃないですよね、冷蔵庫に入ってます、冷蔵庫に入ってます、うん、あ、冷えた、冷えた、ここに入ってる、ひで皮を剥いた後のやつだな、えなわけないじゃないですか、え皮のまま、皮まま、え茹で卵ですよえ、どうしたん、何も発言していいよ、どうぞ、どうぞ、いや、殻だなと思ってます、殻付きやと思ったよな、あ、そうなんや、硬いものでコロコロするか意味があるでしょ、ぷよぷよしたものでコロコロしても意味ないじゃないですか、べちゃべちゃってなる、えでもゆで卵やろ、えからゆで卵って殻むかんかったら殻付きじゃないですか、殻、うん、むかんかったら殻付き、その硬いもんか、いやだからコロコロ軽くするんですよ、こうやってだからガシガシするんですよ、そのパックみたいなのがいいんですよ、パックじゃなくてこう保冷剤みたいな、こんな感じ、うん、私多分イメージ岡田さんと一緒でした、俺も顔向いてると思うんだけどな、ポリエーションギャップですか、いやジェネレーションじゃないんじゃない、その痛いところに柔らかいもんやったら優しさがあるんやけど、硬いも痛いところに硬いもんか、こっちもだよな俺は、優しさなんですか、冷蔵庫にゆで卵があるっていう感覚が結構新鮮なんで、私いやなんか大阪は多分モーニングの文化が結構根付いてるんで、はいはいはい、朝はなんかサラダとゆで卵食べたいみたいな人めっちゃ多いと思う、それはじゃあもうゆで卵を作って置いてある、置いてあるのに各家庭が、いやいやそんな全部じゃないですよ、ただモーニングとか喫茶店好きな人でそんな毎回行かれる人とかは朝にコーヒーとパンとゆで卵みたいなのは結構セット手軽やし、うん、なるほどな、いい話、いい話ですか、ね、そうやな、なんかいい話、そうやな、タイモト君は何かある、この自分にとって
何か、まあ、これといや何でもいいけど、なんかこう、まあ、レモンっていう小説って、うん、まあ、なんかすごく有名やんか、はい、これ、ね、ないっぱい重版されて、けどレモンっていうのはなんかこうあまりにも身近で、はい、あまりにも普通のものや、あまりにも身近であまりにも普通のそのレモンというものが、はい、小説の中で、はい、まあ、とアイテムとして出てきて、だけど小説はすごくこう名作としてなっとるわけで、まあ、はい、レモンが特別じゃないもんが特別になっとるような気がするんだけど、なんか自分の中で、あ、そういう普通のもんやけど世の中では、はい、自分はなんか特に大事にしとるもんだったり、忘れられる何かアイテムみたいなのある、うん、甘酸っぱい、甘酸っぱくてもええし、甘酸っぱくなくてもええ、うん、俺やったらビードルなんや、酸っぱくてもいい、酸っぱくてもいい、うん、なんかっていう、まあ、うん、レモンって聞いたら、うん、なんかあれ、うん、ヨネスケンさんのが俺めちゃくちゃ好き で、うん、でそのレモン疑うじゃないですか、うんうん、やっぱそれをやっぱ思い、最初に聞いたらそれが思い浮かんでしまうほど感じ好きなんです。その米津さんのレモンはどっから来たの、この梶本次郎ではない、ではね、そのインタビューが、うん、インタビューが見た、すごいね、インタビューが用意してるで、もともと米津玄師さんはこのインタビューの、うん、ビルボードジャパンの記事なんですけど、うん、インタビュー記事で、うん、ヨネスケンさんがレモンのこと、うん、この曲最初はレモンじゃなくてメメントっていうタイトルだったんですよ、メメント、メメント、お守りだ、いやもう片身っていう、うん、そういったもの、うん、っていうタイトルだったんですよ、でも人の死を描く曲がメメントってなんかこうやりすぎな感じって鼻につく感じがしちゃって、うん、絶対違うと思いながら歌詞を書いてたんです、はいはいはい、そしたらさっきも言った胸に残り離れない苦いレモンの匂いっていう言葉が自分の中に出てきて、なんていう言葉が、胸にの残り離れない苦いレモンの匂い、胸に残り、それは誰の言葉の、あ、自分、歌詞にあるんですよ、本当に自分の中から出てきたってこと、はい、うーん、言葉が自分の中に出てきて、うん、いう、まあ、単体で見れば詩とかそういうものからそういうところにあるレモンを使うことによって、うん、人の詩っていうものを抽象的に表現できたらいいなと考えてましたし、実際にそれがうまくいったとも思っています、うん、言っていて、はいはいはい、まあ、そのインタビューしとる人も、うん、梶本次郎のレモンが頭をよぎりましたって質問みたいな感じをしてて、その時のレモン、ヨネスケンさんの回答は、うん、確かにレモンって文学的なニュアンスがあるとは思ってて、うん、他にも高村光太郎の知恵古書読まないかとか、うん、そういうものからレモンが無意識的に自分の頭の中にはあって、そこから出てきたっていう面はあるかもしれないですって答えとんや、うわ確かにそうやね、高村光太郎のレモンはいいかもな、で、うん、そして、うん、そのさっきの歌詞の話なんですけど、うん、どうしてもこの歌詞しかなかった、うん、どうしてもレモンなければならなかった、ただ自分では理由を言語化できないし特に言語化しようとも思わないですって言ってるので、あんまり意味はないんじゃないかなっていう、うんうん、そうかそうか、そうやね、まあまあ絶対なった何かはあるんやけど、うん、言葉にしたらな、もういいかなっていうふうに思ってたみたいなんで、うん、なるほどな、多分梶本次郎もう、うん、そうなんじゃないかなっていう、レモンって文学的なんですか、私はなんか青春なイメージですけどね、うん、ああなるほど、どっちかって言ったら蜂蜜漬けとか、蜂蜜漬け部活、部活で好きな人に私作ろうと考えたことありましたもん、何を、蜂蜜漬け、レモン、レモンを蜂蜜につける。つける。輪切りにしてね。うん、何ができる？え、レモンの蜂蜜つけですよ。食べる、食べる。食べます。皮ごと。クエン酸で疲労回復になるけど、うん、そのままやったら酸っぱいから、うん、蜂蜜普通につけるっていう。皮ごと。ああ、これは経験してないですね、岡田さん。残念や。残念やな。そっか。皮ごとじゃ食べるんや。そうです。つけるんですよ、蜂蜜に。つけるというか煮るんかな、煮る、つけるか煮るか、なるほどな、これレモンはその
俺近所の散歩コースにすごくなっとんよ、気にいっぱい取りたいですね、それは、うん、まあ、取ったらいかんないけど、さすがにね、いつもこうちぎりたい気持ちは湧いてくるけどな、確かに、うん、そうか、レモンな、でもこれ寂しかったでしょうね、うん、だって祖父母の話出てきたのに、うん、父母の話出てないんですからね、あ、うん、話の中に、あれあれ荷本くん真面目やな、やっぱ今、荷本くんが渡してくれた本は最新国語貧乱、これは何、学校の、そうです、教科書ではないです、教科書ではない、学校で配られるもん、はい、あ、学校で配られるもん、これ私の時もやってます、買いますね、現代語買うんや、高校なんで、それが、梶本次郎っていうページがあるよな、はい、で、レモンの世界ってあるやん、え、すごいやん、これ資料では、その果物屋があった実際の場所の地図、大正2年の、あ、けどそうそう、これレモンな、俺、あのこれ100年ぐらい前のな、小説なんやけど、で、実際最後、あの丸善っていう本屋さんで、積み上げた本の上にレモンを置いて梶本城出ていくんやけど、その場所の写真もあるな、でちゃんと本に出てくる琥珀色とか翡翠色はどんな色やとか香水瓶どんなんやとか写真書かれてな、分かりやすいようにね、すごいやんこれ、川端康成とね交流があって、欲しい、欲しいですか、欲しい、安いな、これ1000円やもんね、この内容で、俺も欲しいな、ありますよ、高校なんで、え、高校なんで普通に多分あると思うんですよ、調べたら、あるのかな、ないんですかね、どこ、本屋さんにあるから、すごいねこれ、はあ、で最後さ、これ最後のシーンがこの梶本次郎レモンはその積み上げた本の上にレモンを置いて、まあ、出ていくことについてどう思うたりもと思う、このもしかしたらこの小説の最大のキーとなる、なんか気持ちやと思う、ずっともとってもダメですしね、あ、レモンを、あ、なるほどな、なるほど、そのやっぱどっか話さないといけない場面とか、うん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 、なるほどなるほど、レモンの立ち位置的には、うん、多分この小説の中では、うん、自分の不吉な塊から救うものみたいなものをイメージしてると思ってて、あ、うんうん、象徴的なものを、はあはあはあ、不吉な象徴としてのレモン、あ、いや、それを救うようなもの、救う、不潔な塊が自分の中には持っとるみたいなことを最初言ってて、うんうんうん、それを振り払、紛らわしてくれるみたいな、うんうんうん、ような象徴としてのレモンを、うんまあ、うまく表現、うん、結果的にできたみたいな感じ、はあはあはあ、自分の中の不潔な象徴をレモンが紛らわしてくれる、はい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 、なので、うん、でもなんかそういうものってやっぱ友達とかじゃないですか、うん、普通、うん、あ、普通はな、普通は不吉なもんな、何もだと思う、いや、友達がいるかどうかはちょっとここで言うんですけど、うん、まあ普通ではない、別に今はね、うん、何でもいい、まあ、自分が、ね、ちょっと疲れたなと思ったら、うん、友達が怒って頑張ろうなっていう風に言って、うん、あ、ありがとうみたいな、ここで紛らわしてくれるみたいな、普通そうだと思うんですけど、うん、なんかそれをレモンに、うん、で結果的になんか表すことができたっていうの、表そうと思ったかどうか俺分かんないんですけど、勝手な妄想なんで、やっぱそういう友達とかの話なんですよ、うん、友達とかが横におるって言っても、やっぱ最終的には離れ離れになるじゃないですか、そうやね、なんでな、ずっと持っとってもいかんのかな、やっぱ離れ、そうか、
そうか、なるほどなるほど、出会いがあって離れがある。もう分かった分かった、谷本くんが寄ること分かったもん俺、うん、すごい。え、これ見てそう思ったの？そう、いやすごい深い読み寄るで今。いや外してたら面白いですけどね。うん、谷本くんの中ではそう思ったやろ。そう、もうなんかそれはちょっと俺は思えんかったな。私もこれパッと 見たら、うん、この本の代わりにこのレモンを買っていった人っておるんかなって思っちゃった。マルゼンで、あ、レモン売りもんか、買っていこうかなみたいな、うん、かもしくは、うん、このここにあるレモンを、うん、どっちかにしようね。本を買いに行って、うん、本を取るのがいいかもしらんし、うん、この置物売り物とは思わへんけど、これを本と同じ値段で買っていった人っておるんかな。本と同じ値段だからレモンですよ全部。え、ん、え、本も、え、これ本じゃないんですか、レモンの本じゃないんですか。レモンの本じゃない、あ、買ってレモンの本の上に積み上げてレモンを置いたなと思ったんですよ。あ、まあまあ、だから本のレモンか、本のレモンか、あの実際のレモンか、どっちか選んでもいいでみたいな。お客さんは好きなレモンをどうぞみたいなこと。お客さんはこれ一体何なんかなと思うわな。うん、本が本棚から抜かれて上にタワーみたいになってポンとレモンが置かれとったかな。雑誌か。だけど俺谷本君のその分かったわ。ほんまにそれ今の夜ことが。俺もなんか自分にとってあるんかな、そういう。あ、谷本君にとってじゃあその例えば自分の中で何て言ったの、自分の中の何ていう表現した何か。自分の中の不適した何かって言ったっけ、不吉な何か、不吉な何かを、まあ梶本城が例えばレモンで、救うんじゃない、何やろ、紛らわすとしたら、谷本くんは自分の不吉な何かを紛らわす何かって何がある。いっぱいあります。いっぱいある。幸せなことに例えば家族とか友人とか。ああ、はい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 、やわな、音楽とか、やわな、あ、音楽とかな。そうか、それがこの場合レモンだった一瞬。でもまあさすがにレモンなんでやろうなっていうふうには、まあ、思ってて、あんまり、うん、でもこれも米津玄師さんのやつなんですけど、うん、米津さんの曲にはいくつか果物が印象的なものがありますよね。心に果物っていう曲はまさにそうですし、うん、レモンだと私は幽霊の歌詞だったり、うん、私は幽霊っていうのはメロンが出てくるんですけど。あ、そうなんや。へ、お船のメロンにナイフとフォークって、うん、あなたはそれをなんか、あ、うん、忘れた、うん、それ食べるシーンが、歌詞のシーンがあって、うん、それ、うんうんうん、まあ、その果物で、なんで書いてるんですか、うん、みたいなような質問に対して米津さんは、うん、果物って色鮮やかで見た目が美しいじゃないですか、うん、それは個人的には人間に似てると思うんですよ、うん、皮があって肉があって種があるっていう、うん、その構造自体が人間の体と共通しているっていうか、うん、自分は大体人間のことを歌っている、その人間っていうものを別のものに置き換えることによってそれでしか表現することのできない美しさってあると思ってて、うんうん、だから果物はあるものすごくちょうどいいアイテムなので、うん、ある種のギミックとして曲に散りばめることが多いですねって言ってるんで、あ、美しさ、やっぱりいろんな小説を読んで感銘受けて書こうと思ったんだろうなとは思うんで、うんうんうん、書いてるんです。谷崎潤一郎など読んで、うんうん、夏目漱石、文学に目覚めるっていう、うんうんうん、そういう文学的なそういう美しさみたいな表現するにはやっぱ人じゃちょっといけないなって思ったかな。なるほどな。初めとじろやっぱり美しくなりたかったんじゃないですか。まあそうやね、そうあるかもね。ちょっと梶井元次郎ってこわもてやもんな、顔がな。だって最初の方にも、綺麗な道よりもそうじゃない道の方がいいって言ってるけど、親近感湧くだけで本当は綺麗な道通りたかった。うん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 、なるほどな。でも通りなかったのかも、強がってそう書いたのかもしれない。ああ、そうか、わかんない、美しさへのな、うん、嫌いなものってね、うん、好きなものと結構似合うんですかね、うん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 、でもまあ、うん、あれですけどね、全然誰も通らないような路地とか通りたいっていう人も、うん、まあ、
います、うんうん、なんで通りたいかな、それ、うん、通りたくなるっていう米津さんも言ってて、散歩が好きなんですけど、米津さん、うん、その時に、うん、誰も通らない、暗いような、誰も絶対通らないような道見つけたら、うん、おお、通りたい、なるな、なるなる、谷本君はないです。通りたいと思わないってこと、はい、通りたいと思わないというか、うん、あるな、うん、まあ、今高校生なんで、うん、その合間に人が急にバンって現れて、うん、連れ去られてもしたらちょっとすごいとこまで回想するな。ちょっとやばいなって言って、うん、はいはいはい、すごい、その瞬時にそこまで展開できるんですよ。はいはいはい、奈々子さんはどんな道が好きですか？それこそその奥が見えないような道とか行きたくなりますよね、やっぱり通りたくなるな、なります、うん、私は。ただなんかこう、うん、行ったらいかん道って、うん、こうちょっとね、分かるようになるじゃないけど、うんうん、あ、ここはちょっとなんか行ったら、うん、地元の人に迷惑かもとか、うん、それかもう普通に通っていいところやったら、うんうん、みたいな感じがしたらもうどんどん行きます、うんうん、むしろそっちに行きます私は、遠回りになっても多少、うんうんうん、ちょっと話飛んでいいですか？どうぞどうぞ。押し入れの冒険っていう絵本があるんですけど私はそれを見てから、うん、そういう暗い道とか先が暗いとこ嫌です。どんな話なんですか？それはちょっとまた次回。え？そうなんや。私飛ぶ言うたの。え、でも、うん、そう、その絵本はすごい私好きなんですけど。うん、でも冒険するよ、ね。あ、冒険する。私冒険する話で。俺もあの、まあ、要は梶本とレモンってさ、まあ、散歩、ただの散歩っちゃ散歩やと思うやん。散歩で感じたことや、うん、少し自分でしたことやと思うやん。俺も散歩好きでよくするんやけど、この前は。いつもの散歩ルートに墓地があって、で墓地の横をいつも歩くんやけど、この前なんでか知らんけど、あの墓石の没年月日を見てしまって、俺一人一人何年何月何日没って書いてるわけよ。でまあその送り名っていうかな、なんかその仏教でいうその最後の名前みたいなのがついて、あの書かれとんやけど、その墓地の一個一個俺目で追ってしまって、なんか、まあ、そういう墓地の刻まれとる年月日を見て、なんかすごくいろんなこと思ってしまったやな、うんうん、でその時やけど、もう今夏なんで日差しが照りつけとって、さんさんと太陽が照りつけとって暑くて、それさっきコンプな話ですよね、うん。いやいや、俺今階段話しようとちゃう。階段の話にはならんけど、怖い話にはならんけど、なんかな、その、うん、さ、谷本くん、怖い大人っていうのは知らんうちにそういう怖い話持ってるから気をつけてね。散歩の途中で、そういう散歩の途中で目に入ってくるもんや、不意に同じ散歩ルートなんやけど、その日によって目に入ってくるもんが違うかったり、うん、目に入ってきたもんによって自分の心が考えることが変わっていったりするというのは、うん、なんか面白いなとは思うんやけどな。いや、怖い話じゃないですか。怖い話じゃないよ。怖い話じゃないけど。いやいや、だって私だって見ちゃいますもん。そういう暗いところとか見たら、その先に見えるものを見ようとしてしまう心が。いや、怖っ。その先に見えるもの？いや、やめてください。もう深まらない。散歩ですか？散歩、散歩。あの暗い道とか。散歩に行こうと思って、いう時が、まあ、前あって、うん、その散歩しょる時に、うん、まあ、家の近くにため池があるんですけど、うん、ため池じゃないな、なんか川かな、川みたいな、なんか水があって、うん、そういった水歩ける時に、うん、なんか急に不安になってきて、なんやろうなって、スタスタって歩いて、せつさん大丈夫よな。いやいや、不安になってきて、見ていったら、うん、ちょっと帰ろうと思って、うん、スタ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 、やめてよ、何？え、今のは何の音？自分の音。あ、自分の音。スタ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 、早歩きで、うん、帰ってって、うん、やっぱ散歩するときってなんかすごく自分の中で不安になってくるんですよ、うん、
えぇ、ー、こっから先行ったらちょっとやばいなみたいな、うん、っていうような感じ、なんかなぜかなんですけど、うん、毎回思うんですよ、やっぱ一人っていうのが怖いのかな、うんうん、なるほどな。それって知らん道やったんですか、その池っていうか水があるところは初めて通る道やったんですか。そうですね、でもなんか車で通ったことあるような何回か、子供の頃なんで、うん、時間帯の昼ですね、ほんま昼でもさんさん車もちょこちょこ通るような道なんですけど、うん、急に不安になって、うん、なんやろってちょっと怖くなって、だんだんあやばい、ちょっと帰りたいってなって、うん、なるほど、帰らなみたいな。それはでも分かりますよね。わかります、わかりますよ。よく通る道でも、うん、自分の足で歩いたことない道っていっぱいあるじゃないですか。ある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 。車でな、車で通るけど、そうそう、車では通るとか、なんかこう景色としては知ってるところでも、自分の足で歩いた時に、うん、あ、これこここんなのあったんやとか、うんうんうん、あ、こんな風に草生えてるんやとかって思うと、そうですね、ありますね。うん、知ってても知らない道なんですよね、そこって。そうですね。そしたらね、ちょっと不安になる気持ちは若干わかるかも。あ、だから迷子にならないじゃない、それん迷子にならない、ならない、引き返せるから。私いつも気づいたら迷子になっていました、小さい頃。興味向くままに進んでって、うんうん、だから気づいたら知らんとこにいるわけじゃないですか、うんうんうん、どうしようみたいな。子供の時ね、子供の時とか、いや高校生ぐらいまでずっと、結構大きく、うん、私気になったらそっちに勝手に行っちゃうんで、で迷子になって、うん、どうしようってなって、ネガさんはだから怖くない人なんですよね、知らん道が。気づいたら怖いですよ、迷子になっちゃったら。いや迷子だな、どうしようって気づくまでは、うん、だから谷本君たまに迷子にならなかったタイプですよ絶対。あ、子供の頃よく迷子になってました。なったんかい。全然母さんやと思って全然知らん人でパーってついてったら、うん、なんかショッピングモールかなんか、うん、でどこ、うん、だからもしかしたら散歩ってちょっとした恐怖があるんかもね、うん、俺もそう思うな、歩きよったらな、なんか自分の変化もな、その日によるんかな。目的もなく歩いてるんで。そうなんやな、目的があったらまあ、うん、そうそう、目的があるのは実は厳密に言うと散歩じゃないかも、うん、目的がないのが散歩かもな、うん、歩くというその道中が目的、そのものが歩く自体が目的やからな。俺はだけど個人的には日が照ってカラッと明るい時はなんかめちゃめちゃ自分に似合わん天気やなとは思う、うん、そうですね、確かに、うん、なんかどんより曇っとるとか、なんか今日暗いなみたいな方が俺はなんかこう、もうその絵としては居心地がいいんやけど、なんかちょっとこうさんさんと出っとったらなんか自分似合わんかなと思ったりするけどな。散歩で思ったんですけど、うん、私散歩ではよく泣きますよ。泣くことはあります、怖くはならんけど。あ、そうなんや。なんか歩いてる時間って自分と向き合う時間じゃないですか。そうやね、うん、それで、うん、心が落ち着いたりなんかいっぱいあった時はよくなんか歩いたら泣けますけど、ほんですれ違うしね、あいつ何してんねんみたいな顔、あ、何してんねんとは思わんけどまあなんか心配にはなるかもな。なんで泣くやろなと思うやん。確かに、うん、気にせず泣きますけどね。何の話かこういうのありましたっけ。散歩散歩、なんかレモンっていう小説も一つ、梶本次郎の散歩の一部を切り取ったようにも感じるなと思ったところからな、始まったんやけど、まあ、こういうレモンは短い小説やけど、なんかみんなの感じ方がちょっと知れて面白かったなと思って、まあ、もう一回ちょっと読んでみようかなと思います。じゃあ、今日はこの辺りで、谷本くん、奈々子さん、真鍋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたお会いしましょう。でもあれですね、え、結果的には何が言いたいのかよく分からなかったんですけど、うん、
ああごめんごめん、何が言いたい、レモン自体が、うん、何が言いたいか分からなかったっていうのを最後に言って私も終わります。ああなるほどね。大本君はいろいろ語りました。いや俺も分かってないよ、うん、俺も分かってないよ、結局何が言いたいか分からないなっていうのはまあちゃんと、うん、言っときます。俺も何言いたいか分からんけど、何言いたいか分からんけん、こっちは永遠に考えないからよ、うん、結局永遠に謎の中に放り込まれてるやん。それがまたな、いいなと、ね、言いたいことが分かってしまうと、もう忘れてしまうかも、うんうん、すいません止めて。いやいやありがとう。またじゃあ谷本君、はい、高校生なんで、あんまり遅くならない時間が許すときにまた、読んだ本あったら読書感想報告会に参加お願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。中空岡田に相談質問など、おはがきや SNS のメッセージから、コメントを受け付けております。ではそろそろ閉店の時間が近づいてまいりました。またのご来店をお待ちしております。半端な空を